パチンコ・パチスロ業界をさらに盛り上げるべく、ジャンバリ .tv が新たなプロジェクトを始動。その名も PS アイドルプロジェクト。当プロジェクトで誕生するアイドルユニットが様々なことに挑戦しながら、パチンコ・パチスロ業界に新たな旋風を巻き起こす。おはようございます。今日も新たな実践をやっていくぞ。はい、前回沖縄でヒッチハイクやってみてどうだった？いやー大変だったね、でもね、いろんな人に会えてすごいいろんなものを、ね、話してくれたりとかして、優しい人たちばかりだったからよかったね。暖かかったからいろんなもの吸収できた、うんうん、その経験を生かして今回も実践していくぞ。楽しみね。頑張ろう。頑張ります。そして今回も弟子を呼んだからな。お、どんな人だ、誰だろう。ハロー、おーい、こっちこっち。どうどう、最近やってる？やってる？大丈夫ですか？このノリすごい、新しいノリですね。やってる？やってる？やってる。ハロー、どうも、ジャンバリライターのジュです。イエーイ。なので今回はこのジュジュにいろいろと教えてもらって。はい、はい、今までまあトラップショー、はい、まず教えてもらい、はい、学部人揃ったトムだとか、はい、あと僕の先輩ライターのゲンさんだとか、ゲンさん、はい、後輩なんですね。そうです、うん、であと黒バラ軍団ジロー、あー、ジローさんいましたね、はい、いろいろ打ち方の基本だったり立ち回りだったり、うん、いろいろ教えてもらったと思うんですけどね、はい、僕は厳しいです。うわ、メガネが怖い。怖い。打ってる？打ってる。打ってる？打ってる。僕厳しいです。すごく厳しいです。はい、あとね、今までいろいろやってきたのは、はい、まあ、見てるんですけど、はい、基本、まあ、いわゆる A タイプってやつも今まで、A タイプ、例えばジャグラーだったり、はい、ワイワイマハロだったり、はい、そういうボーナスだけで出玉を増やすっていうのを今までやってきたんだよね。やってきましたね、うん、でもパチスロってね、いろんな種類があるの。その中の小さなまだ少ないところ、まだ A タイプっていうのしか触れてないから、はい、今回は新たなとこステージに旅立ってもらおうかなと。お、ステップアップの時ですね。難しくなるぜ。今回厳しいぜ。頑張るぜ。あのね、はい、ボーナスとボーナスの間、うん、何使う？パチスロって何使って打つやつ？メダル。メダル。ボーナスとボーナスの間、メダルはどんどん減っていく。そう、減っていくでしょ、はい、これがボーナスとボーナスの間、打てば打つほどどんどんメダルが増えていったらどう思う？いいでしょ。いいですね。そういう夢のような世界が実はパチスロにはあるんです。素敵、すごい。今回は新しいパチスロに挑んでもらいますので、やったー、楽しみー。気合を入れて頑張ってください。はい、はい、頑張りまーす。では早速ホールに行くぞ。ゴー。今回の実践ホールは埼玉県蓮田市にありますティアラ。パチンコ216台、スロット216台設置しております。じゃあここからは師匠に代わって、はい、俺がビシバシ指導していくんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日今回打つ台がこちら、パチスロヘルシング。はい、初めてですね、はい、まあ、初めてだろうね、はい、これが、まあ、ART を搭載している台なんだけど、まあ、ART が何かまず分かんないんだよね。分かんないです。そうですね、はい、ART ってね、まず最初に言っときたいなと思うんですけど、はいはい、今まで立ち回りとかで子役カウントとかしてたりしたでしょ。ありました。あれね、まあ、設定ってのがあるじゃない、はい、1から6まで、はい、設定が変わるとその子役の出現率っていうのが変わるわけだけど、はい、同じ設定、その設定の中で子役の確率っていうのは変えられないの。だからベルの確率はずっと一定じゃないな、はいはい、だけど一つの子役だけ、はい、ただ一つの子役だけ確率を変えることができる子役があるの。すごい。さあそれは何でしょう。まあ、ベル、うん、リプレイ、うん、チェリ ー, チェリースイカ、はい、この中で1個だけ確率を変えることができるのがあるの。何ですかね。どれだと思う。スイカ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 。チェリー。チェリー。ハズレ。正解はリプレイ。
おお、なんかこのスイカとかベルとかチェリーっていうのは、はい、打ってる中で確率っていうのは変わんないんだけど、はい、リプレイのみ状態によって出現率が変わる、変えることができるの。へー。でそのリプレイ確率がアップして、はい、ほぼ外れが出ない状態、はい、もう外れ引かないでリプレイばっかり揃うなっていう状態をリプレイタイム、はい、リプレイタイム、リプレイタイム、うん、つまり、RT っていうのね。 RT、うん、ほら、ART に一歩近づいたよ。おー RT 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 でしたね。リプレイ確率がアップする、ハズレが出にくい状態、はい、これが RT、はい、RT、うん、で、あとね、確率は変わんないんだけど、はい、実はベルの実質上の出現率も変えることができる、ね、ある方法を使って。何ですか？それがね、いつもリールってこうやって止めるじゃない、ボタン止めて、はい、左から順に止めてます。そう、左から順に止めてるよね、はい、でも左から以外も止めれるよね、はい、止めれますね。右からとかこっちからやってみたい、そう、中からとか、はい、左からでも左中右じゃなくて左右中っていう、はいはい、これ全部で何パターンあると思う？9パターンあれ、ね、あれ9パターン違う違う、そんなにねえよ。これ20ぐらい、9、え、これ結構小学校の問題。3パターン、3パターン、え、1、2、3、1回、1、2、3、2回、6パターン、6ですか？6回だね。6パターン、はい、左右長、はい、あ、左中右、はい、左右中、はい、中左右、中右左、はいはい、右左中、右中左、あ、数学の合計6パターン、なんとなく分かりました、うん、はい、押す順番は全部で6パターンあるんだけど、はい、この押す順番が合ってないとベルが揃わないっていう状態を作れるの、パチスロって、もう決められた、そうそうそう、ってことは、左から基本押さないとダメなんだけど、はいはい、中からでもどの順番で押したらいいか分かんないじゃない、分かんないです、うん、そのどの順番で押したらベルが揃うよってのを教えてくれる状態があるのね、はい、中右左で押せとかこう教えてくれるの。あ、なるほど、アニメーションが出てくれるってことですね。 その状態をアシストタイム、アシストタイム、あ、来た、 AT、 AT、 AT っていうの、ほら、まだ一歩近づいたよ、ART に。あ、そのアシストタイムとリプレイタイム、はい、AT と ART の状態が一緒に同時に巻き起こってる状態、はい、それが ART。 ART、そう、すごい状態ですね。そう、どの順番で押したらベルが揃うよっていうのを教えてくれるし、はい、リプレイもすごい高確率で弾けるし、はい、もうほぼ外れてないし、ベルもいっぱい簡単に揃えれるし、いいですね、っていうのを ART って言いますよと、はい、いうことです。わかります。実際打ってみたらわかるんで、はい、早速打っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、パチスロヘルシングの打ち方わかんないよね、はい、まずね、最初に左のリールに、はい、このヘルシングって書かれたバーズ柄、これを狙って、はい、わかりました。これね、2個あんの。え、2個あんの、実は。あ、左に、左に、うん、はい、バー、チェリー、バーってのがあるの。あ、そう、この上にチェリーがあって、その上にまたバーがあるの。あ、そういうこと。それを、のチェリーを、まあ、はい、できれば枠内に、バー、チェリー、バー、そう、できるかな。でも難しくないから、リプレイ。今までジャグラーとか、はい、マハロとか打ってきたよね、はいはい、でジャグラーの場合チェリーぐらいしか、あの、取りこぼす子役っていうのが基本的には、はい、まあ、正確にはピエロとかあるけど、はい、まあ、チェリーさえ狙って左リリに狙っておけば OK みたいなのがジャグラーなんだけど、はい、マハロの場合スイカ狙わないといけなかったよね。そうです、そうそう、そのスイカいつ狙っていいか分かんないから、
スイカが成立してるかどうかを見分けるためにこうバー狙ってるんだ。まあ、普通コートマンでね、ベルリップバー、はい、スイカが成立してるかもしれないっていう時はスイカが滑ってくるからここに枠内に止まるから、その時はスイカも狙いましょう、はいはい、左にスイカが来たとしたら、はい、スイカかもしれないから、はい、中にいる右リールにもスイカを狙わなきゃいけない、うん、リプレイとかベルは勝手に揃ってくれるけど、例えばこんな風に、はい、スイカが滑ってきたら、はい、この台に関しては右リールは適当に押していいから、もう右リールのスイカはもうどこで押しても止まってくれる。こっちにスイカが来たら、うん、こっちから押せば大丈夫。そう、適当にね、どこでもいいから。中リールだけスイカ狙わないと取れないよね。どこ狙うかって言ったら、これまたバー。バー。バー。これ。このバーの下にスイカあるから、はい。で、今回ベルだけど、スイカが滑ってきた場合は、まあ、スイカかベルかチャンス目かみたいな。はい。で一応、まあ、ART 機、このパスのヘリシングね、はい、ART 機なんだけど、まあ、最近はその ART っていうものだけでメダルを増やすっていう台がいっぱいあるんだけど、はい、このパスのヘリシングはジャグラーとかと同じで ART だけじゃなくてボーナスも、うん、搭載してるのね。だからそのチェリーとかスイカとかが来た時にひょっとするとボーナスが当たってるかもしれない、はい、でジャグラーとかワイワイマハロだったりすると、まあ、どっかが光って、はい、当たりましたよって教えてくれるけど、はい、こういう液晶がある台の場合はこの演出が発生して、はい、いろんな演出があるんだけど、はい、その演出に成功すると当たりましたよ。なるほど、わかりやすいですね。そう、だからこの演出で楽しむこともできますよっていう、うん、そうですね。何かざわざわざわって起こってきたら、はい、あれひょっとしたら何か当たってるのかなっていう。ああ変わったなと思った。アニメーションあると楽しいですね、うんうん、これねこれはまあ間違いなくスイカ、スイカがバーって滑ってきて、まあ、右リールもスイカが来たんだけど、こういう時にちゃんとスイカを狙うと揃いますよと。これはちゃんと狙わないと、はい、全リールね。で演出起こるじゃない、はい、ちょっと次なんか演出起こったらまたその時言うわ、はい、口で言うよりあれらしい。あ、起こった起こりました、はい、ってなったら、ただなんかこう会話してるだけじゃなくて、このなんかだいたいね物とかで子役も示唆してるの、はい、今リプレイ揃ってるじゃない、はい、だから青、ほらそっちも青ですね、青いでしょ、青のティーカップが青か、これ単純に青いカップが出てきたんじゃなくて、はい、青だからリプレイですよっていうこと。なるほど、うん、黄色だったらベルだったりとか、ここも黄色だったら、あのベルだったら黄色に光りましたもんね。そう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 、ここでも示唆してる、ただ色になってるんですね、うん、おスイカかもしれないよ、ほらほら緑変わった、うん、満月わーすごい、あスイカだから緑、そう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 、さっき言ったじゃん、でそういうことですね、さっき言ったじゃねえかよ、すごい10秒前に言ったやん、自分になると変わりますね。でこういうスイカとかチェリーとか、はい、まあ、リプレイとかもでもありえるんだけど、はい、こういうね、まあ、これ出るか、はい、の時にボーナスが当たってるかもしれない、はい、このパスのヘリシングがそういうジャグラーとかワイワイマハラと違うところはボーナスだけじゃなくてひょっとしたら ART が当たってるかもしれない、あ来てるかも、なるほど、そうでボーナスだった場合は、まあ、数ゲーム後に演出が出て成功して当たりーっていうのが出てくるんだけど、 ART の場合は
まあ台によるんだけど、この台の場合はね、多分大体最大で32ゲーム、はい、今から32ゲーム後に ART が当たってましたって出てきたり、はい、告知されたりするの。報告されるってことですか。そうそう、だから今この後すぐにボーナスかどうか、はい、まあ、演出が起こるとは限らないけど、はい、まあ、演出が起こったとして、それでボーナスが当たってなかったとしても、その先しばらくしてから ART が当たってましたって演出が起こって出てくることがある。あ、実はの。そうそうそう。うわ、打ってる。これデモ画面だから。かっこいいですね。おー、うわー、すごいね。デモ画面でそこまで楽しめるってすごいね。斬新だわ。楽しい。オープニングが。ベッドをしてから、ほら、さっきスイカ引いたから、ひょっとしたらボーナス当たってるかもっていう演出が今から起こりかけてる。行ってみて。もう今から次の次から演出が出てくる。あ、さっきのやつね。あ、さっき逃げられてる。で、こういう液晶がある台のいいところは、まあ、この演出が楽しめるっていうのもあるんだけど、はい、演出ね、毎回一緒じゃないの、実は。ですよね。実はね、あの、この演出の成功するかどうかの期待度をいろんなところで示唆してくれたりしてて、これタイトル白じゃない、はい、これが赤の時があるの。はい、そこを、そう、赤だったら、あれ、これ演出成功するんじゃないみたいな。暑いってことですね。そうそうそう、そういう楽しみもあるから。あ、楽しみだな。演出に貼って、連続演出に貼って。ほう、ネクストだから次ね。中にね、バー、まあ、右適当に止めて、こっち、うん、適当に、で、中にバーか青7、そう、お、お、これ当たってんじゃない？おー、いけいけー、ほら、あ、爆発した。当たった？勝った？いや、これ失敗してるね。でも、ひょっとしたら復活っていうのがあるから、演出で外れちゃったけど復活演出ってのがあるから、ちょっと行ってみて。次回。ほら来た。わー、外れたと思ったら、早い、惜しい。まあ、チェリーの場合は右レールにねボーナスから、あ、まあそれでいい。よしよしよし、これね当たり、ウィン、ウィン、ウィン、かっこいいこれ。これでボーナスか ART っていうのが当たってんの、はい、まあ、多分ボーナスだけどね、当たりましたよって告知、当たりましたっていうのを液晶で告知してくれるの。そう、うん、次行ってごらん。次でいいですか、うん、はい、おお、でボーナス、ボーナス、ボーナスが当たってましたよと。おお、当たりました。で、1個、はい、今ね、大事なこと、今ここに1、2、3って出てるの分かる、はい、ほら、あとここ光ってるでしょ、はい、だからこれ、右を最初に止めて、2番目に中を止めて、これは揃えるんですか。うもう適当に、適当狙うところはいい、押し順さえ合ってれば、うん、中、
ほらベル揃った。おお、そういうこと。ほら本来左から押してたら揃わなくいいんだけど、この右中左っていう押し順に従って打つことで揃えることができたベルの。なるほど、まあ、とりあえず言っていいよ。はい、はい、で、まあ、台によるんだけど、はい、とりあえずこのバッツルヘルシングの場合はボーナスが4つあるの、はい、まあ、正確にはビッグとレギュラーっていう2種類だけど、はい、ビッグにも2種類、2種類ずつ、そう2種類ずつ、はい、ここに書いてるの。あ、だから7揃いはビッグボーナス、77バーでレギュラーボーナス、はい、まあ、ジャグラーと一緒ね、はい、なんだけどどれ狙っていいか分かんないでしょ、ボーナス当たったってなって、はい、でそこで告知してくれるのが画面なんだけど、これは今回は赤7、赤7狙い、ダン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 、ダン、あっもう一回だ、もう一回だね、ソロンまでずっと待つからずっと待つよ、ターンターンターンってリズム取ってんのにターンターンターンって最後押す瞬間だけなんか速くなるの。私オンチなんです出ちゃうね、なんなのその突然のカミングアウトオンチなの出ちゃうね。リズムさえ取れてたらもう見なくてもいけるから。タイミングは合ってます、タイミング合ってる、ターンターンって言ってる間は合ってる、まあね、そんなもんよ最初は。めっちゃ悔しい。いやでもその悔しい気持ちがあるなら、なんで揃わんの、伸びる可能性はあるね。お、こうこうこう、さすが早い。今まで何回7揃えてきてると思ってんの俺人生で。すごいですね、さすがですね。でも言葉がありません。今できなかったけどずっと打ってたらそのうちこんな風になってくるから。本当ですね、うん、優しい。ビッグボーナス、おお、すごいすごい。で、まあ、ビッグボーナスだったんだけどこっちもね、はい、演出が変わったんですけど、出てるんだけどこれね、まあ、はい、目押しする場所がなんか変な感じだからあれだけど、はい、スイカってね、はい、揃うラインによって、うん、揃い方によって期待度が違うの。斜めに揃うのは弱スイカってやつなんだけど、はい、逆スイカ、弱いスイカ、弱スイカ、はい、なんだっけ、平行に揃うと、はい、強いスイカ、強スイカってやつなの、はい、それがこのパッツのヘルシングでは一番ボーナスに期待できるやつで、はい、ひょっとしたらね、これそれの取りこぼしかもしれないの。あ、だから、まあ、取りこぼしちゃったかもしれないけど、でも当たってれば告知してくれるから期待大ですね。期待大、やるぞー。あ、なんかクールを、そう、クールを倒せ。ダメだ、あー、ダメか、ダメかな。でも復活があるかもしれないよ、レバーオンで。投げたもあるかもしれない。ないわ、ないかー。なかった、偶然だわ、残念。全然なかったですね、全然なかったね、まあ、そういう時もあります。あっ、びっくりしたね、こういう風にもう分かるよね、ほらバーを狙えって出てくるでしょ。っていうことは全部のリーフにバーを狙う難しいこのボーナスいや難しくない、結構簡単ですね、やってみる。で、これ失敗してるんだけど、失敗しても止めてごらん、止めてごらん、うん、ベルが揃ってくれるから、失敗しても大丈夫だから。とりあえず今みたいにカットインが出てバーを狙えって出たときは、とりあえずバーを全ディーに狙って、はい、あのバーを狙えっていうときに、はい、バーが揃ったら、はい、ART に当たる。ただあのちゃんと狙えなくてバーが揃わなく、はい、揃うはずなのにちゃんと狙えなかったら揃わないじゃない、はい、揃えらんなくても当たってれば大丈夫だから、うん、はい、
ちょっと待って、本当なの？フリーズ引いたね。今ね、すんごいの引いたから。ここでお前らにミッションを与える。はい。今から10分以内にペカることができたら、はい、後ろにあるグッズをプレゼントしちゃうよ。はい、おお。本当ですか？何でもいいの？何でも？何でもいいよ。そう、2人がプレゼントをゲットするため夢中になっているのは北電子スマートフォンアプリ。浦シックジャグラーや最新のハッピージャグラー V2 までいろいろと遊べるスロットアプリが勢ぞろい。どうだ、もう時間切りになっちゃうよ。手のひらで遊べるジャグラーアプリは北ックジャグラーランドで検索。次回。うまい。イエーイ。うまい。ここで倒れちゃうとアウト。あ、そうなん。倒れるか倒れないか。次行って。ここね。ぶらってきて。